どうも皆さんこんにちは、プロフットバックプレイヤーの石田大志です。ついに先ほどですね、6時間前ぐらいにはなりますけれども、今年のオンラインで行われていたフットバッグの世界大会、無事に終わりました。結果はですね、一番良かったのはシュレッドサーティ部門の3位という銅メダルを獲得しました。あとはシングルルーチン部門が、5位という結果でした。まあ、そのあたり、まあ、4種目あったんですけどね。あとはシュレッドオフ5位、あとはシックスリー部門というのが14位という成績だったんですけれども、今回はね、この終わった直後の世界大会の感想を言いたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。フットバッグを知ってる人、知らない人もね、この世界がどういったものになっているかっていうのを、ぜひ知っていただければと思います。なかなかまだまだ世界大会に出場してる日本人だったり、このぐらい勝負するっていう人、まだまだ少なめだと思うので、いい機会だと思いますので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。まずですね、このフットバッグのオンライン世界大会の感想を述べていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。なかなかまだフットバッグの世界大会に出場している日本人というのも少ないと思うので、こういった意見があるよというのも、参考にしてもらえればと思います。フットバッグをね、知ってる人はもちろん、知らない方も、今後このフットバッグを出場している、世界大会に出場している選手はこういう考えを持ってるんだなっていうのも知ってもらえるといいなと。それでは行ってみましょう。まああんまり動画長くなっても仕方ないので、3つにまとめたいと思います。1つはシュレッドサーティという部門についてで、もう1つがシングルルーチン部門についてで、最後がバップと呼ばれる殿堂入りのことを言うんですけど、ビッグアドポッシーっていう略なんですけどね、その殿堂入りの話だとかにも触れたいと思いますので、よろしくお願いします。まずシュレッドサーティ部門なんですけど、この種目今回僕が一番狙っていた、優勝を目指していた種目でした。一番今回動画をね、何度も撮り直しが可能なんですけれども、一番時間を費やした種目でした。結構ですね、最初の方に動画を撮っていくんですけど、プラン通りの、技をですね30秒間出し続けるんですが、結構最初の方にですね、いい成績、いい演技ができたんですね。ただ一番最後だけミスしてしまって、そこの部分を残りの日数でどんどんといい精度、高い精度のものを、取れるようにできればいいなと思いながらですね、やっていて、結構序盤でいい演技ができたので、今後何日かこう取り続ければ、さらに完成したものが取れるだろうと思っていたらですね、これが意外に取れなくて、もう何日も何日も経過していきました。ただこれが締め切り日というのが設けられていて、それとは別の種目もですね、この後ろに締め切り日が控えてるんですね。なのでこのシュレッドサーティ部門だけをひたすら締め切り日に向けてやっているだけだと、この後の締め切り日を控えている種目がおろそかになってしまったりもするので、そこのバランスを見たかったんですが、やっぱりシュレッドサーティに特に力を入れていたので、結局最後の日まで、締め切り日ギリギリまでずっとシュレッドサーティのものをやってしまっていました。まあ、これは一つシングルルーチン部門への悪影響の一つではあったと思います。シュレッドサーティの締め切りの後にシングルルーチン部門の締め切りがあったので、そこは悪影響が出たなというのは印象としてありました。まあだけどシュレッドサーティはその結局ですね、最後まで一回もミスなく演技を終わらせる動画が撮れなくて、結局最初の方に撮れた1回だけミスした映像を提出しました。今回点数が252点という点数だったんですが、これはリアルなね、現地に行っての世界大会であれば十分に優勝ラインではあるんですけれども、
この動画で何回でも撮影できるとなると、やっぱりあの技術の高い外国の選手たち多いので、なかなか難しそうだなという印象を持ってはいました。で、結果今回は3位という成績だったんですけれど、個人的にはもちろんシュレッドサーティー優勝したくて悔しい思いもあるんですけれども、いい面で言えば252点というのがもともとはね、そこまで高くない数字だったりもするので、3位に入賞できたというのはいいことだと思います。あとはこの今回のオンラインの世界大会っていうのは僕にとってはあまり何て言うんですかね、いいものではなくてですね、やっぱりリアルな大会の方が僕としてはメンタル面が、必要とされる大会の方が顔を残しやすいと自分は思っているので、ちょっとそのオンラインがどれだけ戦えるかなという不安が始まる前ずっと思ってました。今まで1、2、3位、4位、5位あたりを最近ここ数年は入れていたんですけれども、オンラインになることによってもしかしたらトップ10以下になってしまうんじゃないか、全種目。そうすると応援してくださってる方もがっかりさせてしまう部分もあるでしょうし、自分自身も悔しい思いを強く抱く可能性もあったので、ちょっと不安に思っていたんですけれども、今回のこの世界大会通しての印象としては、自分の力が思ったよりも世界とその勝負できるなというのは感じることができたので、また今後1年後2年後の世界大会も引き続き、挑戦していきたいなとは思っています。次にですね、シングルルーチン部門なんですけれども、これは先ほど言ったシュレッドサーティー部門の締め切り日ギリギリまでシュレッドサーティーの練習、動画の撮影をしてしまっていて、残りのシングルルーチン部門の締め切りがかなり迫ってしまったんですね。これは個人的にはあまり良くなかったことを反省点の一つだと思います。まあ難しいです。かといってそれより前からこうシュレッドサーティーを少し時間を短縮しながら、シングルルーチンを練習すべきかというのは1ヶ月間の間に自分の判断で行ったものではあるので、自分のこの1ヶ月間の戦いとしてはやりきった思いがあるんですけれども、シングルルーチン部門はなんとか仕上げたっていう印象のパフォーマンスになりました。結果5位というの成績になったんですけれども、まあ、これも個人的には悪くはない成績だと思ってます。1位、2位、3位、4位全てやっぱりいい選手で、もちろんトップ9に入った6位、7位、8位、9位の選手、すごいいい選手たちが多いんですけれども、その中でやっぱり優勝を争えるような、位置にまで戦えたのはすごく良かったなと思います。今回はですね、結構シリアスにシングルルーチン部門演技を構成しまして、いつもは結構笑っていたりとか、なんかガッツポーズしたりとか、そういう印象のものが多かったんですけど、僕自身の演技というのは今回は結構真剣な顔してやってました。それがですね、まあいいのか悪いのかっていうのはもう本当にジャッジの印象にもなるので、ただやっぱり見てると優勝した選手、2位の選手だとかは、やりきったガッツポーズとか、なんかそういったのでやっぱり印象ってちょっと動くとは思うんですよね。まあ、そういったのが今後動画の大会とかがあったら、そういう表現ができればと思いました。今回自分が最後終わった時に、まあ、冷静に終えた要因としては、まだもっと上の演技が取れると思ったのはありました。ただこれもその後締め切り日最後まで、挑戦し続けたんですけど、動画やっぱり取り出せなくて、最高の演技というのもうパーフェクト演技っていうのは、なかなか撮れなかったんですが、なので結構序盤の方でこれも撮影ができた作品を提出したので、なのでまあガッツポーズが出なかったりとか、そういった感情になったのかなとその時振り返ると思います。まあだけど楽しかったですね。すごくいい勝負でした。ずっとこのモニターで結果を待つ感じというのは、また普段のリアルな世界大会の時にスピーチで結果発表を待つあの感覚と違った感覚を味わえるのは新たな発見でした。もう十分ねオンラインの世界大会ってできるんだなというのは今回感じました。
そして最後、バップという殿堂入りの話なんですけれども、僕はですね2018年にこのバップビッグアドポッシーという殿堂入りをしまして、手裏剣というニックネームがついてるんですけど、みんなついてるんですよ、バップネームっていうのがあって、殿堂入りしている選手には名前がついています。その中で僕自身は今回、昨年に続きですね、もうバップ入りしているので、バップ会議っていうのがあるんですよね。もちろん今回は集まれないので Facebook のメッセンジャーとかで会議をしてました。みんなメンバー集めてバップメンバー勢ぞろいして、今年の殿堂入りをする選手を決める会議が開かれました。まあその中でやっぱりすごく感慨深かったです。個人的にはもうずっと憧れの選手たちの中に入って一緒にこれから殿堂入りする選手を決める作業を一緒にできるっていうのは本当に夢のようでした。嬉しかったですね。でそれプラスすごいんですよ、会議自体が。みんなが一人一人誰の、ここがいいとか、すごく細かい部分、本当にフットバッグの技術の細かい部分を見て分析して意見を述べてる、その作業っていうのを一人一人考えを持っていて、はっきりと自分の考えを伝える人が多かったので、それはすごく印象深かったです。僕が選ばれた時もこれだけやっぱり議論されて選ばれたりしたんだなと思いましたし、こんなに細かく議論されていて自分がよく選ばれたなと、ラッキーだったなとも思ってます。基本的にはもう一回入ってしまえばね、抜けないはずなので良かったんですけれども、そういった会議を行いました。で今年はですね、ラファル・カレッタというポーランドの選手が、まあ、今までもノミネートはねされてるような選手ではあったんですけれども、ついに今回入りました。それを、ね、ライブ配信で発表したりしていたんですけれども、すごく嬉しかったですね。また新たなメンバーがその殿堂入りしたということで、このコミュニティの発展にねどんどんつながればと思います。はい、今回はねこの1ヶ月間の世界大会を通してですね、 NHK さんが NHK ワールドなんですけれども、1ヶ月間ずっとですね取材をしてくださって、本当にフットバッグを深く掘って、あと僕の気持ちと、まあ、今こうやって話してるような内容だったりもするかもしれないですけど、いろいろなインタビューの映像を撮っていただいたり、元フジテレビアナウンサーの木佐彩子さんと、ね、スタジオで交流させてもらったりとか、そういったことも NHK ワールドさんやっていただきましたのでありがとうございました。もう自宅も僕がライブ配信を見てる様子を3カメで撮ってましたから、もうなんかこっちにねものすごくごっついカメラ2台と、1個は GH5 だったかな、1個は本当見たことないようななんかキャノンの大きいごついあのカメラでしたけど、それと僕のモニターの前にですね GoPro が目の前にあって、その3カメで撮って、僕が優勝するのか、順位落とすのか、順位の結果発表の様子を、撮影していただきました。これからね編集をしてくださるそうなので、でその全てがまとまった取材の映像がですね8月7日日本時間だと1時半、午後1時半からですね、放送されるそうなので、ぜひご覧いただければと思います。インターネットでも無料で、ご覧いただけるみたいなので、お楽しみにお願いいたします。またそれに関しても文章で告知できればと思いますので、ぜひご覧ください。それでは簡単ではありますけど、まあ、結構長くなったかな、ちょっと後で分数確認してみないといけないんですけど、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今年2020年のフットバッグのオンラインでの初めての試みでしたが、世界大会無事に終わりました。まあ本当に個人的な気持ちとしてはもう悔しいの一つではあります。晴れやかな感じというのはもう30% ぐらいですかね。すごく1ヶ月間疲れたなということと、まあ優勝できなかったので悔しい、単純に悔しいので、その悔しいっていう気持ちがあるっていうのは自分としてはやっぱりいいことなんですよね。結局またそれがあるからこそ上を目指したくなったりだとか、また世界大会に挑戦したいなというモチベーションにもなったりするので、今後も引き続きですねフットバッグたくさん練習して、
まだまだできない技をできるようになったりだとか、まだこの新型コロナウイルスでまた第2波が来ていてですね、イベントだとかがいつ皆さんの前でパフォーマンスできるか定かではないですけれども、ぜひ皆さんと一緒にですね、フットバッグを楽しんでやっていければと思います。パフォーマンスもね、ぜひご覧いただいて、フットバッグを始めたいなっていう人が出てくると僕としてはすごく嬉しいので、今後もぜひこのフットバッグとプロフットバッグプレイヤー石田大志をよろしくお願いいたします。それでは今回はフットバッグのオンライン世界大会の感想をお伝えさせていただきました。この動画もし良かったなと思ったら高評価ですね、これとあとチャンネル登録よろしくお願いいたします。他にはですね、普段フットバッグのことはもちろんですけど、僕結構ガジェットが好きなので、いろいろななんか Mac とか Apple 製品だとか、なんかキーボードとかイヤホンとかなんかいろいろなガジェット製品っていうのも紹介することもあると思いますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。